中村ジオの時間ですこんにちは中村ジオの時間です本日もよろしくお願いいたします、はい、というわけでやってまいりましょう今日はですねまあちょっと早速なんですけどあのしゃべりたいなと思う記事があったんでここからやっていきたいなと思います、えー、R25 っていう、えー、メディア ウェブメディアなんですけど、サブタイトル20代ビジネスパーソンのバイブルっていうことでやってるんですが、まあ普段あまりこう積極的にチェックしてるわけじゃないんですけど、まあたまたま SNS のライン上にこう上がってきた記事をピックアップしてきました。えー、小林秀明さんだっけな小林秀明さんっていう方のお名前聞いたことありますかねあのー、名前ではピンとこないかもしれないですけど、 セーラー服着たおじさんって聞くと思い当たる方いませんかあの上綺麗につるっぱげてですね白髪でひげも真っ白でで三つ編みみたいな感じでひげをこうね祝えてるおじさんなんですけどこの方の記事が上がってましたインタビューの記事なんですけど初めてねこのおじさんの写真なんかを見た時は結構ギョッとしたというかおすげえ人いるなと思って。 かなりこう飛んじゃってる感じのおじさんだなと思ってたんですが、よくよくんですね、まあ、あれからもうね、初めて見てから何年か時は経ちみたいな感じですが、改めてこの小林さんっていう方のインタビューなんかに目を通してると、結構ね、普通というか、あのやってることはだいぶ尖っちゃってるんですけど、マインドとしてはね、かなりこう、正常値、普通なんですよね。 でこれ何がこうきっかけで彼はセーラー服着ていくようになったのかっていうともともとこの方はですね、まあ、そのインタビューの記事によるとですけどえ可愛いいものとか格好とかっていうものへの憧れっていうのはわりと幼少の頃からあったらしいんですよね。でそれでいてただまあ男だからっていうので特にそこにこうフォーカスしてこう。 ずっと昔からやってたわけじゃなくて、きっかけはラーメン屋さんの企画でセーラー服30代男性、30代以上の男性で、えー、セーラー服着て来店された方は、えー、無料にしますっていうねそう、キャンペーンをやってるラーメン屋さんが京都の鶴見か何かでね、あったらしいんですよね。<laughs> で、この企画を知って、 なんとなくセーラー服を着て出かけたらしいんですよね。ちょっとこの動機一発目としてはすごいことになっちゃってますけど、かもともとそうやって可愛いものに興味があったし、おそらくこの人は可愛いい格好をしてみたいと思ってたんでしょうけど、か自分がこう、セーラー服を着て街へ出て、この方、東京かなんかにお住まいの方だと思うんですけど、 そこからラーメン屋さんまでね、かなり距離はありますけど、こう移動して、その間、あまり思ったほど、こう街の反応でいうとう、高貴なものを見るような目で見られたっていうことではなく、なんかこう、自意識の方が強かったみたいなことをね、インタビューの中で答えられてるんですよね。そこから少しずつ少しずつ、なんか自分が朝イラフに着替えて出かけることが増えて、 行ったらしいんですがなんかそうなってくると、ですねこの方はどこまで許されるんだろうっていうのが気になるようになって、あの海外に行ってみたりとか、ですね知り合いの裁判の傍聴に出かけてみたりっていうのをセーラー服で行ってたらしいんですが、まあ、なんか、何度か職務質問に遭う以外は、ですねそんなにこう街へ出て、セーラー服を咎められたりはし,しないっていうことが、自分の中で分かってきて。 でまあ、そういうことをんだろうな自分の人生の中にこう取り入れてたんだと思うんですよねこの小林さんはでそうこうしてるうちにやっぱりこう街中で写真を撮られるようになり SNS にアップしてでバズっていくみたいな経緯があったみたいなんですけどあこの記事またちょっとリンク貼っとくんでさらっと見ていただけたら面白いかなと思うんですが なんか動機ってごく普通だと思うんですよね自分のやりたい日常ではこの方はサラリーマンを日中して夕方着替えて街へ出ていくらしいんですが変身願望がどうのこうのっていうよりはごく自然に自分のやりたいことを素直にやってみてで素直にやってみた結果街はそれを咎めるわけでもなく奇抜であったとしても、ね、否定するわけでもなく 近い人になればなるほどやめた方がいいんじゃないとかいろいろ言ってくるんでしょうけど結局なんか足かせになってるのは自分自身なんじゃないかっていうところをね、まあ、この方も感じたんじゃないかなと思うんですけどこれ何もまあみんながねセーラー服着て出かけるといいとかっていうわけでもなくもちろんもちろんねそんなことは分かってると思いますけどなんか自分の好きなことに対するチャレンジとかを引き止めてるというか その足かせになってるのって何かっていうとおそらく自分自身だと思うんですよね。自分自身のこう恐れとかうーん躊躇っていうものがあって誰から止められたりとか静止されてるわけでもないのに自分自身でこうね抑圧してるというかチャレンジしないまま過ごしてる。 逆に言うと、やっぱその方が平穏に波風立たず、立たずやっていけるかもしれないし、でもやはり、アクション起こさないと、波風も立たなければ、新しい展開もないっていう、人生ってそうやってるうちに、どんどん年を重ねて、2019年、今年も年が明けちゃいましたけど、やっぱチャレンジしないまま、至って2020年は来るし。 21年だってくるしい,いずれ死ぬしっていうねまあそういうことだと思うんですよ <laughs> でまあ大それた何か大きなことにチャレンジするべきだっていうことでもなく小さなことでも自分をこう抑えずアグレッシブにどんどんねやれることをやっちゃった方がいいと思うんですよね本当に、ななんに何だろうな本当身近なところで言うとこの方は セーラー服に着替えたことによって、まあ、確かにインパクトがねすげえあるからそれだけのリアクションが世の中から返ってきてますけどもっと小さなところでもね日々やれることってあるはずなんですよねそのうん自分に対するこう素直な取り組みの質とか数とかが多ければ多いほど 大きければ大きいほど自分のこうフィードバックというか自分の人生に大きな、うん、起点ができていくんじゃないかなとそういうなんかポイントポイントを作っていくっていうのすごい大事なんじゃないかなと思いましただからこの記事はですねなんか面白おかしく読むこともできるかもしれないし自分に置き換えるとこの方がやったほどのことを急に始めるのは大変難しいことではあると思うんですが。 何かでね、一つ二つでもね、きっかけになれば面白いなと思いますよね。だって、セーラー服で歩いたとって、大半の人は興味がないわけじゃないですか。この人のやってることに。で、無視してるわけですよね。街、大きな、<laughs> うん、東京の大きな、こう、ハブになるような。 駅とかをこの方が歩いてても、ちらっと見て、うわ、すげえ、初めて見たぐらいは思うかもしれないけど、あ、小林さん、はじめましてって声かけるかっていうと、僕、多分声かけないですよね。うわ、あの人、小林さんだ、生で見るのは初めてだなぐらいのリアクションしか僕、多分取れないと思うんですよ。で、それ以上接近するうーん意味も僕にはないし。 でもっと言うとう小林さん知らない方でも、うわ変わった人いるなとか、下手すると、もうなんかその、目線を全身くまなく見なければ、上だけ、顔のあたりだけ見ると、多分普通におじさんだし、こう肩から下、足元ぐらいまでだと、セーラー服着てる女の子かなぐらいの、まあおじさん、おばさんが着てんのかなぐらい、まあそんなにね、不思議に思わないと思うんですよね。 本人の勇気って、その人が考えてる他人が取るリアクションの何百何千何万倍も一発目って多分度胸がいると思うんですけど、いざやってみると、さほど、さほどでもない、反応リアクションはそうでもないみたいなことってあると思うんですよ。だから、なんか我々のそのやるチャレンジとかもやってみても、大してリアクションってないんですよ、世の中に。 僕結構ね自分のやってることって毎日毎日まあちょっと毎日は言い過ぎかもしれないですけど年に何発も自分の中では大きな壁を乗り越えて新しいことを発信してるつもりなんですけどまあリアクションってないんですよ。だからそれって精度が悪いし影響力もないしとかそういうことがやっぱこう原因なんだと思うんですけどよほどのことを自分でやってるつもりでもやっぱ世間ってさほど僕に興味を持ってないし。 で僕も興味を持たれてないっていうことはだから僕ほどやってなければもっと興味持たれてないんですよね。うん、だと思うんです。これってねこう繰り返し何度もやっていって精度のいい チャレンジをでできるるようにななまで繰り返すしかないしかい、まあ、もちろんセンスのいい人とか時代の波に乗ったとか一発でなんかこうねすごいリアクションが返ってくる物事につながる方もいるかもしれないですけどでも、ね、それって全体の中で言うとすごい少数だと思うのでやっぱそういう意味では全体っていうねこう大半の人はもう手数ですよ質より量みたいなね。 で質より量をやってるうちに質も高めていけばいいんじゃないかなと思ってて僕結構この質より量っていうスタンスあんま好きじゃなかったんですけどこれまで,で質より量って大事だなと思うようになったきっかけがつい最近あってあのつい最近そうだなあのこのポッドキャストも質より量だったんですよねもともとその質をすごい高いレベルでこうやっていこうと思ってた わけではなく、ただ最低限のクオリティで出したくて、こうロゴを作るなり、ジングル作るなり、その下準備という意味ではしたんですけど、やいざやってみると、そんなに大したクオリティが出ないことが分かってからは、とにかく継続することだけを心がけてたんですけど、同じように最近、YouTube のチャンネルを、あのまあ、持つのは持ってたんですけど、運用してなかったやつを動かすようにしてるんですよ。YouTube のチャンネルはあの、アパレルの方で作ったやつなんですけど、 ババーーアパレル、NK サプライっていうね、中村商店の海外での故障、NK サプライっていうんですけどで、登録してあったチャンネルで、2015年ぐらいに初期登録してるんですね。だから、立ち上げでから言うと、翌年ぐらいにあの登録したチャンネルなんですけど、ここではですね、イベントに行ったりだとか、なんかこう自分が出かけたロードムービーみたいなものを中心にアップしたりしてて、で、 これはまあほぼブランディング用の動画を保存しとく場所ぐらいの認識でやってたんですけど、最近はですね、1週間で3本、4本ぐらいかな、あの動画をアップしましたで。内容で言うと、このラジオの延長みたいなところがあるんですが、より具体的な、こう、なんだろうな、経営に関する、理髪店の経営に関する、なんか、Tips みたいなものとかを積極的に今後上げていきたいと思って、で、この1週間ぐらい。 特にアップしたし、先月ぐらいからですね、あのー、以前告知したことがあると思うんですけど、まあそういう経営戦略みたいなことを喋りて、て喋りますって言って10分ぐらいの動画を上げてるんですが、うん、これやってみて思ったんですけど、やっぱね、クオリティって出な,出ないなと、動画編集なんて特にクオリティ出そうと思うとすごい時間もかかるし、うん、機材もお金すごいかかるし、あと、 ライティングとかテクニックもいるし、編集技術ももちろんいるし、なんか途方もなくね、そういうのやっていかなきゃいけないから、ちょっとね、手に負えないなと思ってたんですけど、最近は至って簡単で、なんかプレゼンテーションみたいな、えー、っと、フォーマットを使ってですね、もう文字で、文字でどんどん解説を加えていきながら、動画は撮らないみたいな方法に切り替えてからは、結構ね、コンスタントにこれなら上げていけるかなと。 30分ぐらいの収録と、もう30分ぐらいの編集、1時間あれば1本ぐらい作れるんじゃないかなと思って、最近そういう風な形をとってるんですが、またね、よかったらあの、そちらの方もチャンネル登録してご覧になってください。えー、今、182名の方がチャンネル登録をね、今日時点ではしてくださってるんですが、まだまだやっぱ、あのえー、動画の再生回数とかっていうのはもう回ってなくて、 途中で離脱も多いし、これってやっぱ質が悪くて、精度が悪いので、動画に対するです、ね、評価っていうのが低い状態ではなってるんですけど、まあ、基本的にはね、これ、まあ、めげずにやるしかないっていう感じですね、基本的には。うん、もうあの、とにかく質より量だなと。で量やってるうちに ブラッシュアップしていってやるしかないなと思ってるんですけど、これもまあ一つの僕にとってのチャレンジというか、今年やっていくことの一つかなと思って、もちろんここには収益が一つも今のところないので、これ一生懸命取り組んだからって、こう、みんなるものではないし、今後みんなるようになるとしても、まだまだ2年とか、1年、2年は最低でもかかるだろうなっていうことで、僕、そんな時間をこうね、ぼ殺するほど、暇じゃないと自分でも思ってるんですが。 あえて自分の忙しい散髪の業務っていうのを縮小して、それに伴って売上も相当今年は落ちていくんですけど、これは予想の範囲内で落としておいて、生み出した時間で新たな価値を創出したいということで、次なる行動を取るために、まずは時間に投資したっていう感じですね、買い戻したようなイメージで。で売上が落ちたとも言えるし 売上を削ってでも時間を作り出したっていう意味ではそれは投資だしだ僕にとってはそういう散髪業っていうのはあの精度をもっと高めるために質をもっと出すためにこれまでは質より量だと思ってやってないんですがこれまで以上に量を減らして質を高める方向へシフトしたいっていう思いでなんかねやってたりするんですよで一方で今度は質より量をやる という動画コンテンツとか音声とか情報発信っていうのに、えー、っとフォーカスしていくここは質より量まずは物量をぶん投げてみて一番精度のいいものとかコツをつかめるまではとにかくもう素振り繰り返すみたいな,なイメージでやっていこうかなと思ってます中村商店がやってることとかも今まではクオリティ一本上司みたいなことをやってたんですけど クオリティを高めつつも量をさばけるようになることでもっとね面白いことに余裕ができればもっと面白いことに取り組めるので今その全国のディストリビューターの方々に手伝っていただきながらえー、っとね一方一つのアイテムあたりですね生,生産しなきゃいけない数量ミニマムっていうんですけど生産が1500着いるんですよね。 で900着オーダーを取ることが、先に予約取ることができれば、生産に回せる状況なので、今ね、頑張ってそれ取り組んでるんですが、今ね、5%ぐらいですかね、全体のその必要な900着に対して5%ぐらいのオーダーしか、まだ集まってないので、残り1ヶ月ちょっとぐらい、2月末ぐらいまでにはなんとかね、していきたいと思ってて。 一生懸命これからね、アプローチを続けていきたいなと思ってます。で、えー、ちょっとまあついでに、もうこのままべらべら喋っちゃうと、あのこの中村路を聞いてくださっている方の中にも、の僕の、えー、ケープ、予約してくださったお客様というか、バーバーの方いらっしゃると思うんですけど、先ほど言ったように、数量集まんないと、そもそも,もう生産そのものができず、で 事前にお預かりしているデポジット全額返金して、もうなかったことになるというか、終了ってなっちゃうんで、<laughs> 僕もそうはなりたくないし、皆様に届けたいし、皆さんにも使っていただきたいので、ぜひね、お知り合いの方とか、身近な方なんかに声をかけていただいてあの、今なら本当に定価よりも3割ぐらい安く買えるようにしてあるので。 ぜひぜひお声掛けいただいて、ですねもう値段じゃねえとかってね、いつも聞いてくださっている方からすると、ちょっとブレてんじゃねえかって思うところあるかもしれないですけど、やっぱね、事前に予約取って、取らせてもらうからには、ですねやっぱそれ相応のインセンティブが発生するべきだと思ってるんで、まあ、これはですね割引という形で対応させていただいて、で十分にこの割引という意味っていうのは、僕にとってもあって、およそ4000円ぐらいの割引になるんですけど、1着あたりが。 この割引3000、4, 円ぐらいありますよね、4000弱ぐらいの割引になってると思うんですけど、この4000はですね、もう皆様にもうあの、口コミをしていただくための割引だと思って、ぜひぜひ、あの他方面に、ぜひご紹介してくださいあの、予約したぞっていうことをですね、もうなんかこう、インスタとかに、モデル、モデル19って書いてね、ハッシュタグつけて、あもしくは中村商店っていう。 ハッシュタグつけて予約しましたってことをねあの投稿していただいたりとかするだけで僕の目に留まって僕もお礼できますんでぜひお願いしますあのまあ5%といえばそこそこの数がね、あのー、100件200件っていう数であのオーダーをいただきながらやってますので全員に皆さん全員にですね一件一件お礼のご連絡っていうのがなかなかできませんがまあそんな形でぜひぜひあのー プロモーションのおお手伝いをいをただければなと思っておりますで、身近なそのディストリビューター、どなたか選んでいただいたりしてると思うんですけど、彼らのところにはサンプルの記事を手配して、あのー、送ったりしてますので、あの事前にチェックして、彼らのお店に出向いてですね、あのモデル19どんな感じか、ちょっと触らせてくれ、見せてくれっていう形で、お声がけいただいて大丈夫だっていうふうに、皆さんとは了解を取ってますので、ぜひ。 あのそんな感じで使ってみてください。うーん、ちょっとベラベラとね、喋っていきましたが、まあそんなとこで,です、ね、なんか何かと世話しない週になってしまいましたが、今日は、実はあれなんですよあの、うちの長女がですね、今日は受験の日なんですよね、中学校、えー、と地元の天牧中学校っていうところを受験してるんですけど、 うんまあね、勝率というかね、合格できる可能性っていうと、そんなに高くなくて、というのが、やはりまだね、勉強に対するクオリティが出てないんですよね。で取り組み始めたのも、ちょっと時期も遅いので、なかなか塾なんかにも行きながら、本人も頑張ってチャレンジしてますけど、なかなかね、こう僕としても心配。もう試験はね 何時間か前に終わって、本人たちは自宅に帰ってきてるんですが。いや、緊張しますね、これはもう自分の試験よりも緊張するっていうのは、こういうことだなっていうのを痛感しますし、結果こそすべてだとまでは言わないし、チャレンジしたこととかに意味があるっていう無責任なことも言いたくなく。 うん結果が出ることに越したこともないし、その結果が合格であれば、こう今後の展開、面白いだろうし、合格せず、不合格であった場合っていうのは、やっぱその挫折感とか、自分を見つめ直す時間とかに使ってほしいなとで、やはり失敗はですね、失敗した方がいいっては思わないんですけど、でも失敗はするなら、思いっきりチャレンジして失敗するなら、早いうちがいいと思うんですよね。 大人になってからの失敗って、すると結構ね、ダメージでかいじゃないですか。何かと。なので、早く失敗して、その失敗を回避できるマインドとか準備とか、そういうのを経験した方がいいし、などね、などなど思ったりしてます。だから結構ね、親の気持ちとかを今まで僕は <laughs> 自分の両親に対してね、ああだこうだ、あんまり考えてきてないですけど、 改めて自分が経験、親としての立場を経験してみるとですね、いろいろ自分の両親に対しても思うことあるなと、もうずいぶんね、うちの両親も年を取り始めて、あっちが痛い、こっちが痛いって言って、まだね、生きてるだけマシだって言えばマシなんですけど、なんか病院行くのも自家用車でまだ行ってますが、なんか危ないんじゃないかなとかね、心配したりしますが、子供と違って言うこと聞かないし、 なんかあんまりね、正論ぶつけると、すげえ怒り始めたりするし、年寄りめんどくせえなと思うんですけど、まあそれでもやっぱね、これまで親に僕がしてもらったことを考えるとですね、やっぱなんかね、もう彼らもフィニッシュなので、まあ、20年、30年は生きてないわけじゃないですか。まあよく生きてても20年生きるかどうか、10年ぐらいで死ぬ確率はかなり高いし、 5年10年ぐらいでは介護が必要な年齢だと思うんですよね、早ければ。<laughs> まあ、その人生のフィニッシュラインに近づいてる彼らに対してですね、僕が今できることは何かなとかね、そういうことを考えたりするのは、やはり子供がこう成長するに従って自分の道を歩み始めたことによってですね、改めて自分の両親に対してのこう、 感感謝の念が出てきたなというふうふにはじまあ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 自立しているといえばしてるけど、ね、依存している部分も大きいしまだまだ親を自分が超えたとは到底思えない状況なのでもっともっとね自分やるべきことっていうのにう力を注いでいきたいなと思っているわけなんですけども。 いやー2019年、どんな年になるでしょうね。ね僕は、なんか去年の暮れぐらいまでは割と閉塞的な、こう、悲観して見てたんですよね。2019年、結構苦しい状況になっていくだろうなと思って、悲観してるとこもあったんですが、まあ、いざ年を明けてみるとですね、まあ、世間のそうね、そう、なんだろうな、こう、市場とかもそうだし、うーん、経済、 とか国際情勢みたいなところ、大きな大きなね、自分とはほ,ほとんど無関係にも近く見えるような状況とか見ても、なんかそんなに悲観するほどのことでもなく、かといって、なんかね、楽観視できる状況じゃないと、何かでもね、2019年はすごい仕込まれてるというか、すごいこう伏線をたくさんみんな張ってるなっていうのをね、どっかで感じてて、あの、そうなんですよ。 なんかすごいね、伏線が回収、今年、回収か、今年いっぱい伏線を張り続けて来年以降、回収かわかんないですけどもの、まあ、によってはね、その前後するでしょうしあでも、すごいねこう、仕組まれてるなと絵が描かれてる絵が描かれて計画があるっていうことはまあ、良くも悪くもそのレール通りなんでその流れはですね、大きな流れっていうのをね、うまく掴んでいきたいなと思ってます。 なんかたまたま、たまたま起きるようなことはあんまないんじゃないかなと僕は思うんですよね。えっ、ー、と、最近僕はあの、えー、ビッグショートっていう映画、ザ・ビッグショートっていう映画を見たんですよ。ネットフリックスであるんですけどあの、サブプライムローンの破綻の時の、うーんーと、ショートって言って、えっ、ー、と、売りですね。ショートっていう取引の、取引の、えっ、ー、と、ショートです。売りとか言いますけど、買いとか売りの売りの方ですね。を題材にした。 映画を見てて、その中であのサブプライムローンが弾け飛ぶことを予見して、で、その当時、すごいね、好景気に沸いてた、えー、世界経済、日本を除く世界経済の好景気に沸いてるところに、こう冷水がぶっ刺さる、そういう,そう,いう,こう流れをですね、あの的確に見抜いたトレーダーの人たちがいたっていうことの題材になったこう映画を見せて、まあ、本当にね、ああいう、ああいう。 突拍子もなく見えたことも、後で見るとね、いろいろこういう予っていうのは出てたんだっていうのがね、あだこで言われますけど、その世の中がこう盛り上がってる時に、その真逆に自分のポジションを取るとかっていうのは結構勇気がいることだし、その逆ももちろんそうですけど、ああ、面白いなと思って見てましたね。あれってほとんどの人が予見してないわけじゃないですか。今みたいに景気悪くなるぞー アナウンス出てない状態なんですよね。景気がもっと良くなるぐらいのことを言われてて、なんかね、簡単に、簡単に説明しろって言われたら、僕が説明しきれないところがあるんですけど、映画の中のね、えー、ちょっと解説をしようと思って、軽く、調べますけど。 ショーダイはマネーショートですね。でもこれマネーショートとザ・ビッグショートって意味全然違うですね。マネーショートのショートは、えっと、電流とかのショートをなんかイメージしているような気がするんですけど、どうなんでしょうマネーショート。マネーショート多分そうですよね。なんかここから読み取れるニュアンスとしては。 パターンみたいなことをイメージさせますけど、英語のザ・ビッグ・ショートは多分全く真逆の意味ですよね。チャンスをね、掴んだ方のでかいショートを仕掛けたっていう意味の方だと思うんで、全然ここ、こういうセンスのないこうネーミングって何なんでしょうね。結構、砲台の中には、こういうなんか、なんだこれっていうの。まあいいや、これちょっと話ずれちゃうんで、えー、あれですけど。 えまあサブプライムローンっていうのが何だったかっていうと、サブプライムローンそのものを説明するといいんですか、住宅ローンの債権をくっつけて、その格付け AAA から C までの格付けごとに、いろんな債権をこうくっつけて、証券化したものの取引をしてた人たちがかつていたわけですよ。それによって巨額のこう 資金が動いてる世の中でだからまあ住宅が建てば建つほど、債権が増えれば増えるほど、それらを取引して儲けてる投資銀行とか投資家の人たちがいたと。ただ、その債権の内訳を見てみると、格付け会社が付けてた A だ、AAA だとか、A、C、B みたいなね、格付けと、それってこう信頼度、信用度なんですけど、 だからすごい焦げ付きやすいやつ C とかの集合体の証券はこう本来は格付けは低いはずだけどそれにすらこう高いね信憑性がある信頼性があるっていうふうに格付け会社がこうねお金をまあ受託しながらそういう格付けを出してたんですこの会社の出してる証券はすごい信頼できるよみたいなことを出しててでも実際には こう中身はね、あの不良債権だらけの債権のこう集合体だったりするんですけど、まあ、そういうことにこう気づき始めた人がいたっていう映画で、まあ、だからこそこれは破綻するぞとで、破綻した時にはでっかく取り崩すから、まあ、そのショート売りの方で入っとくと大きく儲けることができるみたいなところをね、映画の中でやってたんですけど、<laughs> これってやっぱすごいことで、後で見るとそういう。 状況判断っていうのは適切だったなとか、なんかこうね、判断できるけど、まだ起きてないことに対して、やっぱこうね、自分がチャレンジしていく、投資していくっていうのはね、すごい怖いことで、周りの人は誰もやってないし、誰もやってないから、その逆張りやってりゃいいかっていうと、そういうわけでもなく、ちゃんと裏付けがあって、そのタイミングとか、いろんなことを予見しなきゃいけないわけじゃないですか。なんかね、こういうことが <laughs>、 僕はこう、お金をベットして何かそこで、こう、インセンティブを取るみたいなやり方と、そういう意味での投資は僕はあんまり得意じゃないので、こうやったりしないですけど、まあ、テスラ株ぐらいですね。テスラに関してはもう、その、会社がどうのこうのっていうんファンですよね。ファンだから買うみたいなね。まあ、ただそれだけのことなんですけど、それぐらいしかやんないですけど、えー、っと、 まあ自,分自分自身にこれが置き換えられたときに、僕は不良債権みたいなもんなのか、それとも格付けで言うと、もっと高く、高い価値があって、ポテンシャルがあるのか、ないのか、冷静に自分のことをその判断していかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり自分自身のことなので、当然自分に価値がないとは思ってなくて、僕はもっと価値があるものだし、その価値を作っていけるはずだと。 なんだろうな、えー、っと、硬い、硬い経営をしなきゃいけない、ね誰、誰の目に見ても、目に留まっても、あ硬いなと思われるようなこう会社の組織を作んなきゃいけなくて、まあ、組織っつっても、僕、今、1人でやってますけど、まあ、これを組織の集合体にするのかな、もしくは、えーっと、そういうスタッフで構成するんじゃなくて、基本的にはアウトソーシングが中心の事業にしていきたいので。 そういうアウトソーシングする先取引先なんかもに至るまでも枝葉の方も、えー、信頼性があるということを認知してもらうためには何ができるかとかっていうのを今一生懸命こう考えて取り組んでいってるんですがなんかねそういったそういった自分の自分のことに置き換える力っていうのは非常にこう重要かなと思います基本的にはこう自分のことに 何でも置き換えることができるようになると面白いんですよね。世間で起きてる、うん、例えば何だろうな、んだろうな、んだろうな。例えば、あ、もうニュースサイト、ニュースピックスを開けて、最初に目に飛び込んでたき来た記事なんですけど、このアップルが今週に、今週っていうのは秋のことですね、今週に新型の、えー、いい iPhone の3、3ジェニア、iPhone の三機種、えー、発表しますっていうふうに、 えーとウォール・ストリート・ジャーナルが記事を出してるんですけど、じゃあこのアップルが今週、えー、と毎年この秋の、ね、発表される新機種が出るよと、そういうリリースをしてるで、次はどんな機種になるだろう、これまではどうだっただろうとかっていうのをですねこうアップルの、アップルの状況を分析したりして、じゃあ僕なら何を買うかとかではなくて、アップル アップルのような企業体を僕がするならば、どういうものをリリースするといいかなとか、社会のニーズは何だろうとかで、自分たちができることは何だろうとか、価格帯はどうしたらよってとか、なんかね、そういう自分を投影していくんですよね。で、そこのこうミックスしていったものが、まあ、精度が良ければ、ね、いいほど、シンクロしてればしてるほどね、 自分のことのように感じるわけじゃないですか、このアップルがやってることとかも、それが結構面白いんですよね。別にこうアップルに限ったことじゃなくていいんですよ、企業とかの話じゃなくて、うんトランプさんがですね次のイバンカ、イバンカさんイバントランプ、イバンカトランプでしたっけ、なんかちょっとどっちがどっちの名前か分かんないですけど、あの世界銀行の総裁選に出るみたいな話をね、ちょっとちらっとこう出てましたけど、 ああいうことにしても、世界銀行って基本的にはもう白人しか総裁にならないらしいんですよね。あのー、世界銀行と、えー、世界銀行ってどういったらいいんだろうな。世界銀行っていうのがやってることは、えー、短期貸し付けあの、国に対してですね、えー、国に対して短期貸し付けをするのが世界銀行。で、FRB が、ん ?FRB じゃないな。 アメリカだな。えっ、ー、と、なんだっけしたっけ国際通貨、世界銀行と、世界銀行と、F、F なんとか、F、違ったかな ?B、I、なんだっけ ?IMF だ。<laughs> すごい、出てきた。IMF、そうっすね。えっ、ー、と、まあ、これは一対のものだって言われて、一方は短期、一方は長期の、えっ、ー、と、融資を。 をするこう世界銀行というものがあってですね、これはえっと日本なんかも新幹線を作るときになんかね出資を確か受けてたんじゃないですかね、その後は基本的にそこまで使ってたりしないのかもしれないですけど、こ,こちょっと詳しくは知らないんですけど、世界銀行の総裁っていうのがなんか突然辞任したのかな,な、そんな話だったんですよね。 そこにイバンカさんをね、もうトランプさんねじ込んでいくんじゃないかみたいな。別にアメリカのものではないんですけど、まあ、基本的には結構ね、そっちに融通が効いて、オバマさんの時なんかは中国にすごいね、こう融資してたりしたんですよね。だからやっぱ、あの、まあ、まあオバマさん、全然こう、最後まで好きになれない大統領だなと思ってましたけど、まあそんなのはいいとしても。うーん、やっぱ勢力争いだと思うんですよ。で、 今後、ますます中国とアメリカっていうのは、二大勢力としてこうどんどんのし上がっていくと思うんですけど、まだまだね、アメリカのこう持ってる力からすると、中国っていうのは、追いつきそうだけど、追いつけてるわけじゃなく、やっぱこうね、1位と2位の差っていうのは相当開きがあるはずなんですが、中国の場合は、もう日本をね、あっという間にぶち抜いて、もう足元にも及ばすみたいな状態まで、あっという間になったわけじゃないですか、この2、30年って。 ねまあ、だからそういう国なので、アメリカなんかもやっぱ警戒心を強めていかなきゃいけないと思うんですよね。本当だったらオバマさんももっと警戒心持つべきだったんじゃないかと思いますけど、まあね、いろいろお花畑の人が、どっちだ、トランプもお花,お花畑といえばお花畑かもしれないし、オバマさんなんかもお花畑だったんじゃないかとも思うし、まあ、そういう意味で言うと、なんかね、キレキレな人って誰なのって言ったら、なんかあんまり見当たるわけでもなく、 安倍さんがいい、政治の話はいいんですけど、まあなんかね、日本の総理なんかがすごくいいかって言われると、すごくいいとも思わないけど、でもなんかね、安倍さんじゃないとこう立ち回れなかったこの,この数年間は、安倍さんだからこそなんとかなったんじゃないかなとかとも思うし、でもいい,いい状況かっていうとね、決していい状況ではなく、う戦うにはこれしかなかったぐらい、ギリギリのラインでなんとかしてきたんじゃないかなっていうね。 まあ感じたりしてます自分のことに置き換える話をしなきゃいけなかったで、またどちらかって、まあ、イ,バンイバンカさんがその、ね、なることでもちろんトランプ政権からすると、もう当然こう、ねこう、忖度するわけじゃないですか。自分はアメリカにとってというか、トランプ政権にとってもって、うん、いい案件には融資が通りやすいけど、そうじゃないとなんか、ね、基本的に中国案件とかはシャットアウトしていく傾向に、傾向にね、 なななるんじゃいいかなとかとっていう、まあ、まだイバンカさんが総裁になるわけじゃないし、分かんないですけどね。まあ、この辺のニュースはもう基本的には僕はもう受け売りなんで、分かんないですね。うんまあ、こういうことを散髪屋の業界ならこうだなとかね。基本的には何でも変換していくんですよ。変換して、なんかそのフレームを読み取って、A ならば B、B ならば C みたいな流れがあるの を理解しててじゃあ自分の業界ではここう高変化が起こっていくなみたいなことをね予測したりしてるわけで。だえっとまあ、そういうことでいうとうちの散髪屋の方がキャッシュレスにしたのが少なくとも5年前にはですねこの店舗に移転してきた時にはレジを設置する場所は作ってないわけですよ。まあ、この時点では移転前にすでにこの店ではキャッシュレス化っていうものの時代に合わせて店舗のレイアウトしなきゃいけないっていう風に感じてたし、そのキャッシュレスの流れを えー、いつからこうしていかなきゃいけないかなっていうのを考えてたかっていうと、やっぱり2000過去ね、振り返って自分の計画なんかを見てるとですね、2010年ぐらいの段階ではですね、もうキャッシュレス化について言及してたりするんですよね。うん、だからやっぱそういう、そ当時はですね、まあなんか IC 交通系のこうものもあっ,たとあったとは思うんですけど、当然 AppleWatch とかね、ApplePay みたいなのがあったわけでもなく、 もっと過去に遡るとお財布形態とかがあったはずなんですが、ガラケーの時には、それの時とはちょっと関係なく、全員クレジットカードの決済でいいんじゃないかなみたいなね、ところからスタートを切っていったんですけど、なぜそうしなきゃいけないか、人々はなぜそのキャッシュレスによって利益を受けることがあるのか、現金ではなぜダメなのかみたいなところをね、一生懸命考えてた時期っていうのが、かれこれそうやって。 10年とまではいかないですけども、およそ10年ぐらい前にはそういうことを考え始めて、5年前には少なくとも自分の運営のスタイルをそっちに完全に舵を切って、スタートを切ったんですけど、5年前に切って、完璧じゃないけど100、100%やったわけじゃないけど、今みたいに100%をもう現金をお断りしますというスタンスまで来る。 までに5年ぐらいでここまで来たんですが、じゃあ今の段階で完全に現金をお断りしますって言って、一切現金を受け付けてない店って全国にどのぐらいあるかと,と、少なくとも理髪店では僕は皆無だと思って、多分ゼロ件じゃないかなと思ってます。まあ、うちを除くとですね、唯一うちだけがやってることじゃないかなと。で、なぜこれにメリットがあるかっていうことも、あのもちろん説明可能な状況にしていかなきゃいけないし。 えー、なんだろうな。こういうのも、えーっと、僕が何か生み出したわけではないんですよね。すでに生まれてるニーズに対して僕が合わせただけなので、僕はコピーですね。コピペしただけなんですよね。世の中のトレンドをコピペして自分で受け入れてる状態で。でさらにコピペのコピペが、コピペのコピペがって言って、世の中っていうのはこう。 徐々にトレンドが変わっていくんだと思うんですけど、その最初のね、最初の一発目、二発目の方がね、エラーが少ないと僕は思ってて、より自分で考えなきゃ導入できないし、誰かが手助けしてくれないし、そういうサービスもないから、キャッシュレスするにしても、サービスがない、世の中にまだそういうサービスがない状態で、じゃあ、いかに本質的なものでキャッシュレスを叶えるかっていうと、自分で考えることができたり、DIY できるんで、 ね、DIY するとね構造を理解しやすいんでいいんですよねわかるですかね、まあ、なんかそんな感じでウェブサイトを僕作った時もそうなんですけど当時そのウェブビルダーみたいな簡単に作れるウェブサイトを簡単に作れるそういうサービスっていうのはまだそんなになかったので HTML っていうねあのウェブで使う言語プログラミング言語があるんですけど HTML の 書き方みたいなのを書店に行って何冊か買ってきて自分でそういうのをねメモ当時メモパッドに HTML をタグを書いてうーんプログラミングを勉強して自分で DIY してウェブサイト作るところからスタートしてて今はもう簡単にビルダーみたいなものでできるようになってるんでそっちを使ったりするんですけど、まあ、HTML5HTML5 ぐらいまでだったらあのソースコードを見れば僕大体そんなに高度なものじゃなければ あの理解できるし Java とかもあの多少なら理解できるし書けるしみたいなねプログラミングの言語なんかも基本的には書店とかウェブの中にある情報だけであの自分で学習してるんですけどなんかねそういう DIY したりすることがこうね先行者利益としてあるんじゃないかなとただ膨大な量の、ね、時間を使うことになるので 効率はね、あんまり良くないですけど、でも非効率が絶対悪だとも思わないし、効率だけがいいわけではないので、まあ、そこら辺はバランス感を自分で考えながら、まあ、やっていくといいのかなと思ったりしております。今日のポッドキャストはですね、なんだかよくわかんないけど、すごい喋り倒してますね。ちょっともうアラームがあと3分ぐらいでなっちゃって、僕もう帰らなきゃいけない時間で、あここら辺でフィニッシュしたいんですけどね。あのー もともとしゃべろうと思ってたあの小林さんのエピソード、あれぐらいしか決めてなかったんで、なんかそこから話がね、もうちょっと進みすぎて、自分の中ではもうなんか世界線がおかしくなってるんで、何,何をオチにしていいのか思いつかないんですけど、えー、っと、20、えー、っとね、 お知らせというかね、報告する意味があるかないかはちょっと別としても、1月の27、今月末の日曜日と翌28日に北海道に行きます。で、27の日曜日は旭川に行きましてですね、いよいよ、えー、僕の憧れの市であるですね、えー、アパッシュの川上さんのお店に行くことができるということで、非常に楽しみにしてまして。 翌28日は夕方の便で千歳から朝日川、朝朝日川から札幌まで移動してで、札幌で昼過ぎぐらいまで滞在し、夕方の便で直行便で今度岡山に帰ってくるんですけど、で札幌での行動は、えー、月曜日なので、皆さんお店やってないのかなと思うんですよね。誰ともちょっとアポは今のところ取ってなくて、まあ、どうしようかなっていう。 決めかねてるる状態でではあるんですけど、もし28日の月曜日、札幌市内でですね、なんか会ってもいいぞとかね、ちょっと飯でも行,く行こうじゃないかって、お昼ご飯ぐらいになっちゃいますけど、朝、朝日川出るんで、お昼ぐらいに到着かなっていうぐらいの感覚でいますが、まあ,あの、ご飯行こうよとか、お茶飲もうよとかね、案内してあげようかとかっていう、ババの方、ピ、まあ、オイスの方、誰でもいいですけど。 あのいらっしゃいましたらですね、ぜひご一報ください。えー、夕方4時ぐらいの便で帰るはずです。ちょっと時間今、ふわふわしてますけど、確かそのぐらいだったんじゃないかなと思っております。えー、っと、そうっす、あ、全然違った。6時半の便ですね。なので、千歳に5時ぐらいについてればいいかな。 あんまりちょっとバタバタしたくないので、5時ぐらいには千歳に行きたいのですが、まあ、お昼12時ぐらいから5時ぐらいまでの間、札幌市内に多分いると思いますので、ぜひあ、あの、声をかけていただければ嬉しいなと思います。えー、そんなとこですかね。はい。まあまあまあ、告知で言うとほとんどないじゃないんですけど、とにかくね、YouTube、YouTube のチャンネル登録をぜひお願いしたいなと思います。 うんコメント入れてほしいですよね。このポッドキャストはコメントとか入れづらいですけど、YouTube ならね、コメント入れ,入れると思うんで、なんかリクエストとか、これもうちょっと聞かせてくれよとかね、こんな動画作ってほしいとかっていうのがあったら、ぜひお願いします。で、YouTube の方、そうだ。なんかね、これ、これは YouTube の話に特化して喋しると、今、経営のなんかそういうフレームに関することとか、なんかざっくりした話を主にしてるんですが、 なんかね、そもそもなんで YouTube をやってるかとかっていうことも含めてこれから散髪屋さんたちが YouTube をどう活用するべきかとかね SNS の立ち位置はどうなるかとかっていう話を僕がその得意としてる分野から散髪屋さんに落とし込んだ話をもっとしたいんですよ本当とはだから今までグズグズ言ってた話がこれにつながってると思うんですけど僕がなぜこんなスタンスを取ってるかっていうことを紐解くと 全部散髪屋はどうあるべきかを考えた結果僕はこんなノリになってるんですよねだから僕からするとですね必然なんです散髪屋をするならばこういう状況を作る必要があると思ってやってるんですけどそれは散髪屋の経営に関して熱心に僕が取り組んでるつもりだからです一人で零細店舗を運営していくこれから将来10年20年継続する 散発をやるためには最低限このスキルはいるだろうを磨いてるうちにこうなったっていうね、だから僕、突拍子もなく見えてる方いると、まだそういう方の方が多くいるかもしれないんですけど、なんか中村商店とかやってみたりだとか、なんかしまいには YouTuber みたいな真似事してるとか、ポッドキャストやってるとか、なんかちょっと変わった人だなって僕のことを見てる方、まだ今多いと思うんですけど、僕はさっき言ったように、10年前にキャッシュレスの流れは100%来るし、もうその流れに。 上がら、うことはできないしその良さを知るる必要があるとかねでさらにその僕の開業時点でいうと、ウェブの集客っていうのがメインコンテンツになっていくだろうっていうふうに考えてて、それはその前に勤めてたお店で、チラシを配ったり、なんか駅にポスター貼ってみたりやってるのを見て、なんでこんな非効率なことをやってる人たちがいるんだろうなと疑問に思ってたんです。もっととウェブを使えばいいのになとか って思ってたのが二十歳ぐらいの時、2000年ぐらいですね、にそんな風に思ってて、まあ、提案して自分でやらせてもらったりもしたんですけど、基本的にはね、そうなんですよどう。世の中がどう変わるかっていうのを僕予見する力がおそらく人よりも強くあるんですよね。でじゃあ、こういう時代、こういう世の中になるならば、散髪屋はどう対応しとかなきゃいけないか。波に飲まれて えっと後追いするんじゃなくて先回りして網を張ってどう対応するべきかっていうのを考えるのは僕すごく得意で,でそれを店を広げて規模を拡張しながらやるということは苦手なんですよね僕が一人でやるとしたらどうしとくべきかお金もいっぱいかけれないし人員も避けないし本質的なものは外したくない効率化は絶対必要みたいなことで何をすべきかっていうのを考えてきた今日この これまででなんですよねそれが奇抜に移ってる場合もあるしよくよく見るとごく当たり前というかねこうっていうこともあるしそういうところをね YouTube でこうちょっとずつ解説できたらいいなと思っててどうしてもね過去通り過ぎてきたものってもう今僕自身があんまり興味を持ってないのでじゃキャッシュレスもっと詳しく教えてくれた時にあのキャッシュレスは何が知りたいかがわからない なかなかななねね情報に整理しづらいところがあるんですよ、ね、なので何かねこのキャッシュレスにしてもそうだし予約ってどうやってやってんだとかねあの集客はどうして SNS って何なんだとかって、ね、その細かい何を知りたいかを僕にお知らせしてくれると僕はそれにお答えする形で動画コンテンツ作れると思う。 もうねあの、リクエストが増えてしまって、手に負えなくなる前までがチャンスだと思っていただいてですね、どんどんリクエストいってただければ、恥ずかしい人は DM とかね、使っていただいて、えー、直接教えていただいてもいいですし、ツイッターとかもありますん、ね、で、ツイッターとかで見ていただいてもいいですし、もう関係ない飲食店の方が聞いてるとかねいろんな、いろんな方がなんか聞いてくださってるし、僕の散髪屋に来てるお客様とかもね、来てくださってる。 するケースもあると思うんですけど、あのそういうことも含めてもろもろですね。皆さんからの質問があればあの、お答えする形を取りたいなと思っておりますので、ぜひお願いします。終わりそうで終わらないラジオ、中村、え中村、噛んだ、んじゃったな。終わりそうで終わらないラジオ、取り直しをして、えー、終わりそうで終わらないラジオ、中村ジオの時間ですでした。ということで、来週もまたお会いいたしましょう。さようなら。